はい、どうも和也です。今回ですね、鉄道3日間乗り放題の旅6ということで、最終日の魔力、立て続けに起こる不運とは、弘前城に日本一の桜ありという内容でお送りいたします。では早速行ってみましょう。これ前は見つけたんだけどね。あ、そうなんですか。今止めてるんだよね。へえ。この八甲田山の、はい、に雪結構降るんでしょ。ええ。雪解け水が、はい、なるほど、青森の水が美味しいって言うんだよね。飲めるんですか。飲めたんですか。飲めたよ。へえ、飲めるんですね。だけども水道飲みじゃない。ああ。入ってる。まあ確かにそうですね。これ何なんですか。これはなんか、しょんべん小僧の代わりみたいな。はいはいはい。なるほど。どうもありがとうございました。知らないおっちゃんに素敵な情報を教えていただきました。いやー、これぞ旅っていう感じがしますね。おっちゃんのタバコ片手に帰る様はとてもかっこよかったです。アスパム通り。青い海公園。これがアスパム。ねぷた。飲食店、展望台、お土産コーナーと観覧。お酒のものが置いてあるといいですね。展望台に行くには観覧券が必要みたいですね。大人が、展望台だけだったら400円。これはパノラマ映画、またこれは別みたいですね。とりあえずホテルから徒歩5分6分ぐらいのところの海辺のところまで来ました。いい景色ですね。ただここは工事中で、この先はちょっと行けないみたいです。で、これがなんか有名な、あ、でも逆光で見えないな。赤い糸のモニュメントということで、これ子供ですかね。二人の男女の子供の足元になんか紐がぐるぐる巻きつけてあります。なんだこれは。後ろから見るとこんな感じ。こちら太宰治小説の思い出の中の話をもとに、函館と青森の両校にそれぞれ設置してあるそうです。で、足元にぐるぐる巻いてある赤い糸は一般の方がやり始めたのきっかけで、みんなやるようになったそうです。あの黄色い船が、八甲田丸というそうです。で、あの特にちょっと遠くに見える橋が、青山ベイブリッジになります。今ホテルの冷蔵庫にお茶を忘れまして、それを今取りに向かってます。着きました。俺のお茶は無事でしょうか。はい、あ、すいません、先ほど電話した部屋にあの冷蔵庫にお茶を忘れてしまいまして、あのなんか来てくれればって言われたんですけど、ありますかね。お手ですね。はい。はい。ホテル行ってきましたけども、残念ながら一足遅くですね。清掃さんの方に、自分のお茶は捨てられてしまったそうです。残念ですけど、まあ仕方ないですね。では無事、キャンセル料を払ってきました。いやー、痛いですね。で、これからですね、この特急津軽に乗りまして、青森駅から弘前駅の方に向かいます。いやー、でも本当最終日ついてないですね。免許忘れたのから始まり、お茶は捨てられ、本当この先が思いやられます。
それは大湯森鉄道です。かわいいあのキャラ。弘前着きました。ここからバスに乗って弘前城に向かいます。全部がリンゴジュースの時間。さすが青森、種類が違う。種類が違うの。ああ、よく見ると種類が若干違う。弘前城の向かい。弘前着きました。じゃん、すごい広い。開いてるかな。開いてる。開いてる。うん、ああ、ここに。え、これ鍵。あ、入れてから料金先入れ。400円もする。ちょっと待って。弘前城に向かいます。今2時まあでも弘前駅に5時41分発なんで、まだまだ時間はあります。いいよ、そんなに。まだだからまだだよ。赤が本当にいっぱいあるんだから。聞くと紅葉祭り。お、さあ弘前城跡。ここから残念ながら工事してって、ちゃんとした姿は見れません。かわいいこれ。お、に、いた。なんかサマー。これだ、鬼いた。まだここは城案内です。一周するのに時間がかかりそう。ここは植物園だそうです。入場受付無料じゃなさそうだな。まあ、クーポン券が使えて時間があればまた来ようと思います。次の大橋。そうじゃない。夜綺麗そうだね。これはまた工事してる。美濃丸南門、残念ながら工事中と見れません。え、全部じゃダメなの。本丸は最終日はちょっとついてないかもしれないと。最終日3日目にしてちょっと覗ける。いやー、それにしても見事な工事っぷりですね。
いやー、高丸もさぞかし高笑いしていることでしょう。明日からライトアップ？やばい。なんてことだ。本当だ。全部さ、連れて。今日はダメですね。ダメダメ。うん。カラス。なんか更新してる。ね。うん。ここからは有料区域となる。平成17年3月竣工。ソメイヨシノ。これがついに本丸。しかしこの手前が工事中。タモヤ残念ながら工事をしております。あ、でもこれは地域クーポンが使えるのかな？なんかでも貼ってないね。あれ？使えるのかな？使用できませんって書いてある。あれ？クーポン使えない。こんにちは。お疲れ様で、お塩だけでよろしいですか？はい。あ、ちょっと休み中ね。あ、ちょっと待って。はい、すみません。ありがとうございます。640円払いまして、帰りのバス代がなくなりました。なので、バス乗る前にコンビニかどこかで降ろしてから、バスに乗りたいと思います。なんでスイカ使うの？早く、そう、スイカとか、つうか、ここ、地域クーポン使えて欲しかったですね。早く、どこもデジタル化して欲しいものですね。紅葉。あ、見えた、見えた。本丸登場。弘前市。これで、これでの。ああ。これか。しだれ桜。うん、まあ、説明だったから。ああ。ちっちゃいな。意外とちっちゃいね。紅葉がない。ちょっとある。はい。登ってみましょう。こちらが一番上から見た弘前城の本丸です。ちょっと遠くに見える山が、岩木山でございます。すぐ忘れる。青森県の有名な山だそうです。写真撮ってもらったおじさんに教えてもらいました。ここは何でしょうね。ドローンの撮影は禁止です。犬の散歩も禁止と。お？本丸羊猿矢倉跡。おお、綺麗。岩木山が綺麗に見えます。こんな感じ。五層の天守から見た景色。これが、こうと。九度寺白神山地、禅林街、長勝寺。ちょっとこっちは若干見にくい。岩木山とともに見えてるかな。岩木山、お、見えてそう。いやー眠そうです。今から弘前城に入ります。検温。検温大事です。そう、弘前城を移動している様子が映し出されております。ここから、すごい急、城あるある。登ります。
本丸からの景色でございます。高丸くんです。本丸犬いいやぐらと赤トンボがちょうどいいところに止まっております。どうやらこれは四隅に同じようなのがあると思われますね。太陽が高岡橋。桜の祭りがすごい。令和3年3月。めちゃめちゃ新しいじゃん。めちゃめちゃ新しい。これはダメだな。偽物橋です。バイバイ弘前城。から弘前駅に戻ってお土産を探しまーす。じゃあねー。帰り際にこんなものを発見しました。日本一太いソメイヨシノ。これは見に行くしかありませんね。この奥にあります。どこだ？お、これか。どうやらこれっぽい。お、こっちから見ると確かに太い。おー、これは確かに春に見たい。あれだね、桜が咲いてる時に見たらすごい綺麗そう。ソメイヨシノと妻。ソメイヨシノと私。駅に戻ろうとしましたが、ねぷた村に来ることを忘れてました。ねぷた村に今来ました。